イベアのモイスチャーリップウォーター。じゃあ、行けんじゃん。撮影部屋がね、少し変わりましたよね。うん、ソファーをね、こちらに移動させて。トムケンタです。私わけひめっきゅうで、この歌を歌います。でも歌やめろっつってんの、お前。え、ヒロさんの巻きパーで、それもやった、やったやつだよ。ヒロさんの巻きパーで、いやいやいや、あけひめ。今海外で話題なのかな。リップクリームチャレンジってご存知ですか。シナモンチャレンジとかさ、海外はね、俺思ったわけ。チャレンジってつくものが多い。何でもチャレンジつくから。海外にあるもん言ってみ、なんか海外にあるもの、なんか自由の女神、そう、自由の女神チャレンジ。え、世の中いろんなリップクリームがあります。なんかこういう捨てるやつ、あれ看護婦みたいな捨てるやつ、100円のね。一緒に喋んなお前。一緒に、俺と一緒に喋んな今。リップクリームを口に塗りまして、お前さ、どちらかがリップクリームを塗ります。はい、そういうゲームでございます。いけっぽん、リッツ。まず1個目、こちらタムスティック。はい、綺麗見せたよな。口どけ高質のリップクリーム。いけない。保湿、保湿のニベアのモイスチャーリップウォータータイプメルティークリームリップミルクバニラでございますね。今塗ってあげるよ。これでいいんだよ。やっぱりできる。だってあの最初、ごめんね、もう完全にプライベートらしい。化粧始めて、はい、唇に塗ります。やりたかったでしょ、こうして。リップフォンデュ、リップフォンデュですね。ニュアンスをチェンジ、ね、あるでしょ、ミスターセルドレンの印、微妙なニュアンスでってあるでしょ。今これすみません、プライベートらしいなんです。ニュアンスでジャンキンポイ。じゃあ、開けます。音聞いてね。うん、はい、塗りました。俺はね、距離を全部調べてあるんで。ほんと？どれを触ったかもすぐ分かります。すっごいけんじゃん。こちらですね。なんで？ちょチャレンジ君ね、どこに。ちょっと一回聞いて、ゆみちゃん一回。うん、私が選んだのはメンターム薬用スティックです。塗ました。塗った、塗った、塗ってないでしょ、絶対。塗った、ちょっと失礼。どれか言えよ、どれかだけ言えって。一回どれかだけ言えって。バカに言った。匂いすごい、これだ。はい、ちょっと待って。一回抜き打ちになってくれます。すっごい抹茶の匂いだね。塗った？塗ったって。外れたらおしまいなんだよ。だってそう。この距離なの？鯉がいるのかと思って。はけはな。あ、そう、すごい。すごい。すごいです。はい。こうじゃない、普通。あ、そうなの。どうしたの？見て、こういう感じだよ。これがいいの？こう、こう、ちょっと辛い。こうがいいの？こうがいい。こうがいい。こうがいい。